そう、ずーっと上に回ってますよ。ヤングドシャクッキー、まっ、何作るんですか？グラス？グラス。グラスです。イメージはね、アリエルっぽい色合いにするのに、ピンクのね、グラスに青いね、模様を入れてもらうようにします。1234度。そんな温度なんですね。1230度ぐらい。これらはですね、もうこれ色ガラスのね、つぶつぶとかパウダーとか、もうこれ自体もガラスなんですね。これを上につけて着色するやり方で。すごい。しっかりと、ふーって回しながら行く。難しい。はい、そう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 、いいですか。2枚の、そうそうそう、いいですよ、いいですよ。はい、OK です、 OK です、 イエス。強めって、強めで吹いてるのに全然反映されなかったのよ。反映されない。温度が高いから、本当オレンジで全然色わかんない、ね。そうなんですよ。全部ね、全部オレンジになっちゃうんですよ、色は。温度上がると。で、下がると色出てくるんですよね。水色、うん。うん、わかる。水色も緑っぽいじゃないですか。はい、でも冷めたら水色になるんですよ。ゆっくりゆっくり。どうぞ。いいですよ。もう少し。もう少しいいですよ、その調子、その調子。はい、OK でーす。これ回しながらは無理よ。さあ、回すの完全にお願いしてるから、いや、もうこれで吹いてるだけ。あと少しです。はい、結構です。はい、じゃあまずは見てください、ここを当てていきます。柔らかいのでゆっくりですね。形変わってるのが、わあ、すごい、見えますか。熱い、熱いですね。では真ん中少しくぼませていきます。優しく当て続けるとちょっとずつくぼんでいく。で、最後に面と面ピタッと当てて、しっかり当て続けていきます。はい、見えますか。見えます。はい、じゃあ安いで、ここのところですね、そこゴシ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 、ノコギリみたいにやってください。そうですね、しっかりと傷つけます。おーイエス、おーイエス、おーイエス、オッケーです。はい、はい、じゃあそれ水に戻して、はい、で、これもでね、ここの部分を使って、ここを立てきますけど、ちょっと待ってね。これ両方の片手でいいです。片手でポンポンって。はい、お願いします。軽く軽く軽く。ああ。ああ。いい顔。はい、差し込むよ。はい、どうぞ。はい、広げて、横に広げて。はい、ずっとゆっくりゆっくり広げてって、広げてって。広げてって、広げてって。広げてって、はい、そう、スーッと上に回ってますよ。もう一回転変えます。はい、ね、OK ですね。いいかな。直しなし、なしなし。おー、そしたらですね、今つけてた棒を外してですね、あの、外れた跡が残りましたので、少し焼いて馴染ませて、できるだけ目立たないようにしていきます。表面だけ柔らかくなったところを透かさずですね、分けられました。この中は何度ですか。だいたい500度くらいですね。こう一晩かけてゆっくり冷ましていきます。はい、できました。ありがとうございました。お疲れ様。お疲れ様です。ありがとうございます。海鮮を食べれないんですけど買いに来ました。家族の分を選びました。すごいの、めっちゃ海鮮よ。ほら、やばいやばい、こっちも、うわぁ。また来てください。ありがとうございました。すごいカニ。今日は小樽と別日になってしまったんですけど、白い恋人パークに来ました。イエイ、めっちゃ
イースターの時期だからいろんなとこに卵とかウサギのねモチーフがあって、ミュウもねウサギのリングつけてきた。本当ですね。2回目なんだけど、前はランゴダシャ作りにめちゃめちゃ時間かかってあんまり回れてないから、今日はねカフェとかも回れたらいいなって思います。ちなみに今日はね北海道放送さんがね取材についてます。あ、そうです、取材も入ってます。後ろにゾロゾロとたくさんの方がおられます。恥ずかしい。、ね、天気で外観から見ていきましょうか。あ、オッケー、綺麗ですね。すごい、めっちゃチューリップ咲いてるね。すごい。やばい、ギリギリいけるけど出てこれなくなるかもしれない。めっちゃきれい。ちょっと行き止まりになりますね。かわいいな、この色がいい。めちゃめちゃ映えてますよ。映えてね。行きまーす、はい、チーズ。今日はあれですね、四方八方からカメラがたくさん。ラウンジ行ったことないの、どこも。楽しみですね。本当に楽しみ。紹介してもらっていいですか。森田アナです。こんにちは、NBC 北海道放送の森田キムコです。嬉しい。出ていいですか。これ出るんですか。出ていいですか。大丈夫です。本当に事務所さん大丈夫です。大丈夫です。お願いします。事務所です。そうです。ね、なんか元々ファンだったみたいですね。そうなんです。インスタもフォローしてます。だってさっきスタッフのこといつもの聞いてる声ですみたいな、なんかいつもの声ですみたいな言ってた。声だけ。声だけ。すごい。え、可愛い。飲み物ただいま。はい。めっちゃ可愛いね。本当ですね。かわいい。そしてこれを押すと
猫が鳴きます。ラングド社が猫の舌って意味らしいですね。知らなかった。足元に抜けるような。すごいスピードで増えてます。55,620。今日一日で。すごくない？すごい機械がめちゃめちゃ動いてます、ね。そこで目をつけたのがフランス生まれの焼き菓子ラングド社クッキー。バターたっぷりの濃厚な味わい。サクサク丁寧に焼き上げることで、すごいサクサクとした食感と美しい焼き色がつきます。焼きたて熱々のラングド社クッキーでホワイトチョコレート。すごいチョコレートだ。白いクレープの美味しさが。すごいですね。この中に入ったら甘い匂いがして、すごい。アップはこっちお花も、あ、お花、あ、かわいい、かわいい、あ、めっちゃイースターっぽい、イースターっぽいね。黄色、なんか春ですね。ピンクと黄色と卵。めっちゃいい。ありがとうございます。かわいいでしょ。タピオカドリンクだよ、これ。クリスタも。あ、本当ですか。ありがとうございます。やった、嬉しい。いいよ、面白かったよ。いいぞ。いいんですか。ありがとうございます。やった。今待ってました。ありがとうございます。いいですか。はい、嬉しい。マサチーズ。手入ってます。大丈夫。入ってません。マサチーズ。なんか不思議の国のアリスみたいな、ね、世界観が。結構ちゃんとね。倒れても大丈夫なようになってるのって、なんか密封されてるって言った。それ何ですか。ミルクティー、タピオカミルクティー。かわいい。3つあって、いちごミルクとマンゴーミルクもあった。みゆちゃん、こんなとこで階段チャレンジしなくていいですよ。じゃあ、いらないよ。たぶん何個とかいるの。みゆちゃん盗撮です、これは。階段下からの盗撮みたいな。盗撮です。エッグドリアです。名前は何だっけ。ほい、ほう、野菜ゴロゴロ入ってんだけど。みゆちゃんサイズの家ばっかですね。床屋さんに来ました。よいして床屋じゃないわ。床屋って書いてあります。床屋さん、床屋って行ったことない。みんなくぐってる。いや、ちょうどいい。そのまま。何屋さんですか。ここ入るさ、音楽の家。お邪魔します。え、ごめん、出たい。みゆちゃんサイズの家ですね。お邪魔しました。音楽の家。Thank you.
椅子から椅子に移ってもね。バラバシです。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔しまーす。ゆうちゃんの家ですね。ベッドちょうどいいのよ。家賃1万円安い物件狭すぎでしょでもゆうちゃん全然ここで住めますね。はい、ということで白い恋人パーク満喫しました。最後にお土産買いました。なんかね、空港では売ってないお土産とかもあったんで、それをね、中心に選びました。1日目、最初に小樽に行った観光と、あとね、白い恋人パークっていう感じだったんだけど、あの、他の動画ではもっとデンジャラスな動物と虎とね、触れ合ったりとか、そういった動画もアップされてるので、そちらも概要欄の方からぜひチェックしてみてください。ということで、また北海道に来ます。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。